っていてくださったのですね。まさかずっとここで待っていてくださったなんて。そのステージどうでしたか？舞台袖からだとあまりよく見えなかったとは思うのですが。でも先生はずっと見守ってくださっていたから、舞台袖からでも大丈夫かな。そのパフォーマンスどうでした？ちゃんとアイドルに慣れていました？ありがとうございます、先生。